フアンパブロピノは、コロンビアカルテヘナ出身の元同国代表サッカー、選手。ククタデポルティボエフシ所属。ポジションはウィング。コロンビアのクラブ、インデペンディエンティメディジンで、プロ選手としてのキャリアをスタート。2006年には、トゥーロン国際大会に出場した。その後、ウディネーゼカルチョとの遺跡交渉が行われたが、契約には至らず、2007年、4年契約で、AS。 モナコに移籍した。2007年2月10日、パリ・サンジェルマン FC 戦でリーグアンデビュー。同年7月7日、FC ポルトとの親善試合で、モナコでの初得点を挙げている。2008年1月、出番を求めて、シャルル・ロア・イス・シーにレンタルされるも、大怪我のため4試合の出場にとどまった。2008から09シーズンよりモナコに復帰している。2009年、 インテルミラノとの親善試合の後、ジョゼ・モーリーニョ監督は関心を抱き人形コーチ、DF ・イヴァン・コルドバと共に、ピノの下へと近づいて話している。その時、モーリーニョが笑顔で彼を買おう、と発言したという。この項目は、ウィキプロジェクトサッカー選手のテンプレートを使用しています。ありがとうございます。